ユーリー・アレクサンドロビチは14世紀初頭のルーシの分領公である。ウグリチ公、1302年から1320年、ロストフ公、1316年から1320年。ユーリーはウグリチ公、アレクサンドルの子コンスタンチンの孫として生まれた。ユーリーがまだ年少の頃に父は死亡し、1307年にそのウグリチ公位を継承した。 1316年には、オジバシリーが死亡し、バシリーの二人の子はまだ年少であったために、バシリーの有していたロストフ行為をも継承した。ユーリー統治期の1318年のロストフは、古クと記録されるジョチウルスからの大使によって、最悪を受けた、という記録がある。ユーリーは1320年5月30日に、死亡した。また17もしくは18歳であり、 コーナス前だった。ユーリー氏後のウグリチ公くらい並びに、ウグリチ公国はモスクワ公国が接収した。ロストフ公くらい並びに、ロストフ公国はバシリーの二人のコヒョードルとコンスタンチンに分割して、相続された。ABC、ロストフ税、税、25、1896から1918。ありがとうございます。